こんにちは。こちらは、たなごたくぼた放送局です。今、行田市、郷土博物館ってなってます。でね、そちらの森が、東照宮です。ね、ここがね、城の中を横切っている、城跡を横切っている125号線です。国道125号線。今の市場はね、昔は城って言われるぐらい沼地の中にあったお城で、でも今は全部埋め立てられて破壊し尽くされている感じです。本当に行田市のお城、お市場っていうのは本当にとてつもなく大きい城だったんですけど、ほとんど破壊されています。じゃあ行きましょう。ここがね、博物館の入り口です。で、天守閣というかね、もともとお市場にあった3階の櫓なんですけど、今本丸の跡地に立ってるんですけど、本来はここに立っていませんでした。これは本当に博物館の一角ということで、まあもともと水上公園の方に立っていた3階の櫓を真似して作ったものです。ですからものすごい大きなものです。もちろんこの建物はね、復元されたもんですけど、今はなんだ、大晦日とかに鳴らされるだけかなだと思います。これがお市場の復元した本っていうことに、元々存在していなかったもんです。あとこちらも見てください。このでかい3階櫓、3階ですね。ものすごい立派なんですけど、これもここは本丸の跡なんで存在していませんでした。本丸には何もなくて、昔の記述には昼なお暗くただの木立、御殿とかも建ってなかったそうです。御殿はね、今この天守閣っていうか三階櫓の復元櫓の南方にあるんですけど、それが御中宮学校っていうところなんですけど、そこに御殿がずらりと並んでたそうです。たなごたくぼたは埼玉県行田市のお城の近くで生まれて育った人間です。ですからやっぱり、なんて言うんでしょう、昔ね、やっぱご先祖様がお市場とは、お市場の殿様とは関わりがあったんですから、いろいろ何気なくこう研究まではいかないですけど、興味本位にいろんなことを探ってます。で、面白いなって思ったものが最近あるんですけど、ちょっとそちら行ってみましょう。どうぞ。市場を櫓の石垣、城内にあった櫓に使用された石垣、御三階櫓1棟、二階櫓2棟が建てられたんですけど、明治6年に、破却されましたんでね、その時に今、御三階櫓の礎石っていうか石垣に使われてた石がこの1個、2個、3個、4個、5個です。これが市場の3階櫓の下に礎
石というか年始垣として使われてた石だそうです。非常にこれ珍しいと思います。私この博物館の中で一番好きなのはこの礎石です。見てください、こうやってほらこれくさびの跡です。くさび砂利が詰まっちゃってるけど、これね1700年代にね作られたんでしょうけど、その時に石垣をね、もともと忍城っていうのは水城平城で、関東ですから石垣いっぱい用いた城じゃないんですね。お町を石垣の代わりにしたり、土手ですね、それを使ったような城なんで、石垣っていうのは非常に珍しいんですよ、市場は。でもそのね、石がこうやってどこにあったんでしょうか、これ残されていたかわからないですけど、非常に貴重なものだと思います。博物館の中でお城ってこんなに貴重なものはこれ一番貴重じゃないかなって思うんですけど、どれだけ行田市民の人がこの石垣の存在知ってるかなと思います。これはね、大切な文化財ですよ。ちょっとね、これ見てください。こちらはね、ずっと市場の城壁がね、復元されてます。側にまあそんな感じなんですけど、で、この反対側、あそこに土塁があるんですね、土塁包みが、土手があるんです。この土手にはなぜか復元されてません。この土塁はね、復元しちゃダメです。なぜかというと、この土塁だけは本物だからです。昔ながらの土塁です。非常にね、お市場は破壊し尽くされましたけど、ちょっとだけ土塁とか残ってるんですけど、こちらへどうぞ。はい、この本丸の南側には二の丸があったんですけど、二の丸は今、行田市立御師中学校という建物が建ってます。そこの裏に結構高いですね、何メートルだろう、6メーター7メーターありますかね。この土塁は本丸の土塁跡です。これはその御師城が創建築城されて以来ずっと残っている土手ですね。ちょっと歩いてみますか。土塁って書いてありますね。こんな縦看板書いてあるんだ。これはね、本当のその当時のものです。築城当時のもの。そしてここは、今立ってるところは沼地だったわけです、絶対に、で、ここの本丸跡は東電が、しばらく東京電力が変電所みたいのを使ってましたけど、今ないよな。ちょっとありますね、変電設備がちょっと変電設備が残ってますけど、数少ない御師城の遺構です。
こうやって今博物館のねこれ図なんですけど、まあ御三階櫓があってこうやって整備されてるわけですけど、まあここ全体がね本丸だったんですね。で博物館ができる前はここがね本丸球場でした。で唯一残ってるのがここの本丸の今見ていただいたそちらの土塁がこの土塁になります。はい、そしてね博物館の西側にもねやっぱり櫓の石垣ここに1個2個3個4個5個残ってます。合わせて10個博物館の中には残っているのかね。まあ、でも本当よくこれが残ってたなってどこにあったんでしょうね。よく残ってたなと思って思います。大切なこれは石垣の石だと思います。はい、こんな感じですけど、タナボタクボタでした。ご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。